アトピー性皮膚炎にシャンプーはいらない。どうも整体師の児玉です。今回はですね、アトピー性皮膚炎にシャンプーはいらないという話をしていきたいと思います。正直ですね、アトピーにシャンプーはいらないです。むしろシャンプーしてる方がアトピーひどくしてると思ってます。頭皮のね、フケとかかゆみとか炎症とか、髪の毛が綺麗になるためにやってるみたいなことをよく聞くんですけど、逆ですよ。正直シャンプーやめてもらうだけで頭皮のフケやかゆみ、赤み等の改善が見られたり、髪の毛ですら綺麗になります。今回はですね、そんな嘘みたいな話をお話ししていきたいと思います。内容は3つ3ステップになります。1、シャンプーやめなきゃいけない一番の理由。2、シャンプーなしでアトピーを改善する方法。3、そのやり方についてお話ししていきたいと思います。それでは今日はやっていきましょうか。ではまず、シャンプーをやめなくちゃいけない一番の理由をご説明します。それはですね、必要以上に皮脂を取ってしまうからです。皮脂とは皮膚の油と書いて皮脂と言います。これがなくなってしまうと乾燥肌になってしまうんです。そもそもお肌は油でコーティングされてるんですね。これを皮膚バリアと言います。皮膚の油、皮脂がお肌に蓋をするんです。だからこそお肌の水分が保てるんです。蓋があるから水分が外に逃げずに済むので、お肌はもちもち潤いのある状態を保てるんです。皮膚バリアがあるから乾燥肌にならずに済むわけです。ではシャンプーをするとどうなるのかってあなたはご存知でしょうか。シャンプーというのは強力な皮脂を取り除く作用があります。あなたの肌を守るはずだったバリアを根こそぎ取り除いてくれます。健康な人はいいでしょう、それであっても。しかしあなたはアトピー性皮膚炎ですよね。じゃあ皮脂を取りすぎるとどうなるかですよ。せっかく作ってた皮膚バリアがなくなって乾燥肌になってしまいます。じゃあ乾燥肌になるとどうなるのか。かゆみが起きますよね。肌がパリパリになってフケがたくさん落ちてきますよね。だからこそシャンプーをするというものは皮脂を取り除いてしまうため良くないっていうのが私の意見です。またですね、油症ですっていうお肌の人もいるんですけど、そんな人も同じですよね。原因はシャンプーのせいです。シャンプーというのは皮脂を根こそぎ取り除くわけです。そしたらお肌はどうするんですか。皮脂がなくなっちゃうわけですから、油がなくなったわけですから、油をたくさん作らないとってやっけになるわけですよ。いっぱい出すわけですよ、油を。だからね、油症になっちゃうんです。そんな人にね、シャンプーを使って油を取り除きましょうとかって言うんですけど、シャンプーってまあ強力ですから、一発で全部サッと取り除くことができますし、そうするとまた油をたくさん作らなくちゃいけないって体は判断するため、油をいっぱい出して油症になってしまうわけです。なのでシャンプーをやめるっていうことは大事なことだと思います。では次に、シャンプーの代わりで何をすればこの肌荒れ、アトピーを治していけるのかっていう話なんですが、これは油シャンです。油シャンするだけで十分汚れが落ちます。匂いの元というのはこの皮脂が酸化することによって起こるんです。で、じゃあこの皮脂の汚れっていうのはお湯だけで落ちるのかというと、お湯だけで落ちるんです。皮脂というものは34度から38度のお湯で溶け始めます。お湯に浸かりながら体をさするだけでも十分汚れは落ちるんです。もちろんそれは頭皮でも同じです。なのでアトピーのあなたはですね、皮脂を取りすぎないために油シャンしてください。油シャンであれば最低限皮脂は残りますので、全部取り除くということはないので、ぜひ油シャンを始めてください。しかし油シャンもきちっと正しいやり方というものがあります。ただやればいいってわけではないです。ルールを間違えてしまえば、あなたは油シャンをするせいで髪の毛が余計ごわついたりだとか、頭が余計痒くなったり、フケまみれになったりっていうこともありえますので、正しいやり方、この後の話ちゃんと聞いてください。では3つ目のお話、やり方のお話をします。まず期間としては3週間にわたって実践ください。油シャンを3週間やっていただければ、あなたの頭皮のフケだったり痒みっていうのの改善が感じられるはずです。またね、服にこう白い粉がつくっていうこともなくなってくるでしょうし、頭にローションを塗りたくっていた毎日からもおさらばできるので、ぜひ3週間かけて頑張ってやってみてください。ではどうするのか。まずステップ1、1週目はリンスまたはコンディショナーなどのものをやめてください。まずはシャンプーをやめる前にリンスとかコンディショナーをやめてください。
まずはですね、シャンプーどうこうよりもリンスとかコンディショナーも、お肌にずっと残り続けるとですね、体は異物として反応することもあるわけじゃないですか。だって肌が荒れて傷になっているところにリンスとかコンディショナーの化学物質が入っていくわけですよね。傷が入っている状態であれば炎症を起こす原因にもなると思いますので、ぜひリンスとコンディショナーをやめるっていうことをまず1週間続けてやってみてください。で、次に2週目ですが、シャンプーを2日おきに行ってください。急にやめてしまうと余計油のテカリが強くなったりだとか、この落雪不景がめちゃくちゃ増えたりしますので、急にやめずに2日に1回ペースでやめてってください。そして3週目は3日に1回のペースにしてください。どんどんシャンプーの回数を減らしていきましょう。そして最終的には週に1回程度にしてください。完全にやめろとは言わないです。なぜならやはり匂いがきつかったりだとか、シャンプーも週に1回程度であれば体に害はないと思ってます。この3ステップですね、1週目にリンス、コンディショナーをやめて、2週目はシャンプーを2日おきにして、3週目は3日に1回ペースにするということをやってみてください。これを続けていただくことによって、あなたの頭皮のですね、痒みだったり乾燥、そしてその乾燥によって起こるフケ、これもね、しなくてよくなりますので、見た目も気にしなくていいですよ。ね、服についてたら、うわ気持ち悪いやつだとか思われるとか、そんな心配もなくなります。なので一回ね、これ騙されたと思ってやってみてください。でね、あともう一つだけ言いたいのが、フケがねついていたとしても、頭をかいているところをね周りに見られたとしても、それはあなたの価値を下げることじゃないですから ね周りにどう見られていたとしても、あなたの価値っていうのが下がることは絶対にないですから、周りからどう思われようがですね、あなたは今アトピーを治すことに集中すればいいわけです。そしてそんなアトピーのあなたを愛してくれる人も絶対にいるはずです。そんな人を大事にしていきましょう。あいつアトピーだから気持ち悪いわとかっていうやつなんか、ほんまの友達じゃないですからね。そんなやつもいらないです。こっちから願い下げですよ。でもね、ご自身の気持ちも変えていかなくちゃいけないっていうことであれば、やっぱ見た目を変えるっていうことも大事だと思うので、何やってもダメだった人、これやってみてください。ということで、今回はアトピー性皮膚炎にはシャンプーはいらないというお話をさせていただきました。まあ、今回のようにですね、当チャンネルではですね、病院では教えてくれないアトピーや肌荒れ等のお肌のトラブルの解決方法をお話しさせてもらっているので、もしよかったら他の動画も見てみてください。ということで、今回も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。